チをやっておりますニートマイと言います。よろしくお願いします。僕ですね、幼稚園から大学までずっとサッカーやってまして、高校時代は全国大会に行ったこともあるんですよ。でね、僕サッカー大好きなんですけど、サッカーってなんか横文字とかサッカー用語とかなんかちょっと多い感じしません？例えばオフサイドとかボランチとか聞いたことはあるけど、あれ意外と意味わかんねえなっていう方結構いらっしゃると思うんです。なので今日はそういったサッカー用語をですね、僕なりに分かりやすく解説していきたいなと思います。ではまずはじめに、最初はね、ちょっと簡単なサッカー用語からいきたいなと思います。それがこちら、ハットトリック。これは簡単ですよね。はい、皆さんご存知の通りだと思います。はい、こちら日本語に直訳すると1試合で3点取ることをハットトリックと言います。これわかりますね。はい、これは簡単だと思います。こういった感じでどんどんサッカー用語出していきたいと思います。では次、ガツンとレベル上がります。こちら、ドッピエッタ。これ聞いたことある人います？ いません、いないですよね。これでもサッカーやったら多分わかんないと思います。で、こちら語源イタリア語になっておりまして、なんかドッピエッタってね、エロティックでおしゃれな感じがしますけども、こちらドッピエッタ、日本語に直訳するとこうなりますね。はい、1試合で2点取ることです。まさかのハットトリックより下回るんですね。しかもドッピエッタの方がなんかかっこいい感じしません？ね、なんかこういった感じでね、ややこしいのがサッカー用語多いんですよ。はい、では次いきます。次こちら、ドッペルパック。こちらお肌のパックじゃございません。こちら語源はドイツ語になっておりまして、現在使われているサッカー用語でございます。ではこちらドッペルパック、日本語に直訳するとどういう意味なのかというと、1試合で2点取ることなんですね。まさかの2つあるんですね。で、しかもこれね、別に使い分ける必要は全くないです。はい、その時の気分でドッペルパックやドッペルエッタってどっちでもいいです。はい、こんな感じでちょっとカッコつける感じがサッカー嫌なんですよ。はい、では次いきます。次こちら、ダイアゴナル。これはね、ちょっとね、分かると絶対ないと思います。どちらかというと戦術的な言葉になっておりまして、難しいんでね、ちょっと例文考えてみました。はい、例文こんな感じになりますね。はい、高橋、今日はサイドからダイアゴナルに動け。で、ダイアゴナルに動けっていうことは、なんか特殊な動き方なのか、非常に難しい動き方なのかなと思うんですけども、こちら、ダイアゴナル、日本語に直訳すると、こういった言葉になります。はい、斜めにっていうだけです。ただただそれだけなんですね。だからもう斜めにって言っちゃった方が早いですもんね。だからこの例文を噛み砕いて説明するとこうなりますね。はい、たかしくん、今日は横から斜めに動こうね。ただただこれだけでございます。はい、たかしくんからしてもこっちの方が安心ですよね。はい、まだまだあるんですよ、そういうのがね。次こちら、リトリート。これもなんかかっこいい感じしますけども、なんかかっこつけてなんか臭い感じがしますよね。これも難しいんでちょっと例文考えてきました。こちらですね。はい、相手がボールを持ったとき、ディフェンスラインはリトリートしよう。ちょっと意味わかんないですね。正直このリトリートの意味がわかんないと、この文章の意味がわかんないっていう感じだと思いますけども、じゃあこちらのリトリート、日本語に直訳するとこうなります。はい、下がる。はい、ただただこれだけ。もう絶対こっちの方が早い。だからね、これも噛み砕いて説明するとこうなります。はい、相手が球を持ったら守る人は下がろうね。ただただこれだけ。で、こういった方が全然サッカーファン来ると思うんですよ。なんかこんな感じで言うからね、みんなね、ってなっちゃうと思うんです。はい、では最後にもこの言葉だけ覚えて帰ってちょうだいっていう言葉があります。それがね、こちら、ドブレーテ。ね、なんか渋くてね、響きかっこいいじゃないですか。これ本当にあります。はい、本当の言葉なんですけども、じゃあこのドブレーテね、これさえ覚えておけばもう今日からあなたはサッカー通です。ね、こちら気になる日本語